はい、本日ですね、自分のオリジナルブランドの売上発表を、ね、していきたいなというふうに思います。ということでこちら毎月恒例の売上発表、今回は4月の売上を発表していくんですが、先月動画でお伝えした通り、ようやくね特許も取得してですね、ちゃんとオリジナルブランドとして展開が始まっていってるわけなんですけども、本当にありがたいことに皆さんにご協力していただいたり、皆さんに気に入っていただいたおかげで日本の職人さんとかにお金がいってるっていうことはね、素晴らしい流れになってるんじゃないかなと僕は自負して活動しておりますので、そんなことでね、今日の流れをお伝えしていきたいなと思います。今日の流れとしてですね、まずは新作のところをちらっと話しさせてもらって、その次に売上、ほんまにこれはごまかせません。先月の売上をこちらにズドンと画面スクショしながらお話しますので お話ししていって、その次にはですね、支払い額とは言いながらも入った分だけじゃなくて、出ていってちゃんとそれがどっかの職人さんのお給料になっていってるんだというね、この流れを見ていただこうというね、ちょっと他のチャンネルとか他のブランドでやらんようなことを僕はやります。でその後ですね、現在企画中のアイテム、そして僕の使用書をね見ていただこうと思います。こんな適当なやつでしょ、すっごい適当な使用書書きますよ、びっくりしますよ、こんなんで物できんねやっていう感じなんですけどね、それをお付き合いしていただければなと思います。まずは新作からお伝えしていこうと思います。先週からですね、実は発売してるんですが、この半袖の T シャツがあります。でこれに関しては僕が着てるロンティーと全く同じ生地使ってて、それの、袖があるかないかバージョンなんですけども、これはですね、インドのスビンコットンという超高級な糸を仕入れてきておりますので、残念なことにですね、追加の生産ができません。でなんやったらこのロンティーの方も3回ぐらい売り切れて、次での9月です。でこの半袖の方はこの12月から仕込んでました。半年前ぐらいからずっと仕込んでて、ようやく仕上がったんで、もしこれが売り切れちゃったら次出来上がるのは真冬です。なのでもう作りませんので、また来年まで回すってことで、今これ現時点で入ってきてる分だけがこの夏にねお届けできるんですけども、それが、ポケットなしバージョンがね今ここにあるんですけど、ポケットありバージョンが来月に入荷してきますが、それももう予約段階でなくなったらもうおしまいです。また来年作りますので楽しみにしていただければなっていうのが T シャツ関係。そしてそれ以外にはね、ボディバッグ大というのができます。でこのボディバッグ大というのがですね、なんと長財布すっぽりバージョン、そして 500ml のペットボトルも入るという、比較的大きめに作ってんけども限界、持った時にこれ以上でかくなったらダサいでっていう、もう超限界でね、何度も工場さんとやり取りして作り上げました。これが、今月ようやくね出せるということで、販売時期はおそらく来週ぐらいから出てると、今週かなぐらいから出てると思いますので、これもおそらくもうすぐ完売になると思うので、第2弾今も作っております。次は7月ぐらいに出る予定なんで、カラーはね全色あります。ブラックですね、これ通常ブラック、そしてこのブラウンが幻のブラウンと言って、次がですね奇跡のキャメルという名前であるんですけども、名前の通り想像していただければ数の数量がわかるかなと思いますので、通常バージョンはめちゃくちゃあります。でそれ以外は、そのあんまりないです。そしてですね、これは新作じゃないんやけども、このトートバッグ、これもね一つ一つ手作業で作っていただいて、職人さんに作っていただいてるんですけど、これがようやく今月末に入荷してくるってことなんで、僕ら夫婦のねキャンプ道具一式これ使ってるんですけど、そういったアウトドアされる方なんかにはね持っていただければなというところで、ではですね売上の発表していきたいなと思います。僕もはっきりは知りません、これでいつも初めて知っていくんやけども、はい、それではね見ていただきたいなと思います。メニュー表を見ていってですね、データというのがありますので、こちらデータを押していくと、そして月ごとにしていくと先月の分が分かりますので、先月が、2022年4月出ましたね、321万9673円ということで、だいたい320万円ぐらいの、売上があったということで、本当に皆さんありがとうございました。ただしですね、先月と比べてください、もう半分ぐらいまで押し込んでるやないかと。先月がだいたい540万ぐらいだったんで、半分とは言わんけど3分の1ぐらいは落ち込んでるということで、売上マイナス 40% ぐらいはね下がったかなと思うんですけども、これはね皆さんに購入していただいているおかげで、売上が立っているというのは、自負しておりますので、いつもいつも皆さんありがとうございます。言うたってね、それでも300万やったら毎日10万ずつ売れてるっていうことなんで、いろんな方に、気に入っていただいて、それでいろんな方が仕事として頑張って経済が回ってるというね素晴らしい状態ですね。では次はランキング見ていきましょう。僕の目標は99位以内に入ること、このベース日本全国のランキング99位以内に入りたいって言ってないけども、では見ていきたいなと思います。では月ごとにして、先月がですね510位やったということで、いつかは99位までね入りたいですっていう話はしてたんやけども、総合売上とかなんでね、ランキングがちょっと上がっておりますね。おっと239位まで、上がってきました。ちょっと僕もこれ初めて見てるんでね、どんどんこうランキングが上がっていってる様子っていうのが、ほんまにね去年の昨年の7月か見てください、4000位とかね、昨年の6月見てください、3000位とかね、もうそんな100位なんかもう当の昔というか、絶対にいかへんでっていうラインやったんですけど、ほんまにコツコツやってたらね、いろんな人に理解していただいて、いろんな人にね応援していただいて、本当にこうやって100位ぐらいがちょっと見えてきたということになっておりますので、引き続きちょっと気を引き締めて頑張っていきたいなと思います。ではですね、次はですね、
支払いを見ていただこうと思います。こちらに支払いがあります。今月のですよ、今月の支払いまず見ていただきましょう。一つ目ズドン、14万8855円ということで、まあ、大体14万円ぐらいが、こちら下の5月27日までに支払いなさいというふうに書いております。わかりました、支払いさせていただきます。では次のとこ行きたいなと思います。では次のとこはですね、次22万8250円ということで、こちらもですね月末までに支払いなさいということでちゃんと支払いをさせていただいております。もうあの入力は終わっているので、あとはね銀行振込に反映されるだけです。そして次はですね86万6195円ということで、こちらもね、月末に支払いをさせていただいております。そして最後がですね、4万6640円ということで、この計4枚だけなんで、今月は、ね、ちょっと売上がそんなに多くなかったということで、支払う分もそんなに多くないです。ないです。100何十万ぐらいしか支払ってないんですけど、来月はねもうちょっと支払い多いと思います。っていうのもこのトートバッグが入ってきて、その分の支払いあるでしょ。 T シャツの支払いもあるでしょ。ネックレスの支払いもあるでしょ。ボディバッグの支払いもあるでしょ。ちょっと来月は怖いかもしれませんけどもね、まあ、そんなこと言いながらもちょっと頑張っていきたいなと思います。で現在進行中のアイテムっていうのは僕の手書きの使用書がありますのでね、見ていただこうと思います。まずはですね、現在制作中のサングラスですが、これとんでもないですよ。こんなもんが仕上がってくるんですよ。こんなね手書きで書いてるんですよね。ちょっと画像見えへんか、こっち側に貼っときますけども、こんなね手書きでやってたらねちょっと笑われるんですよ。クスって笑われてね、ちょっとこれじゃ分かりづらいんで書いておきますねって言って、こうやって綺麗にね清書していただいたりもするんですけど、まあこれ今サングラス作ってるのが使用書ですよね。そしてそれでもまだ手書きは諦めませんよ。次の手書きは何かというと、こちらズドンフリースですね。フリースの使用書もこうやって手書きで書いております。でね、皆さんから見たらね、おいおいふざけてるやないかと思うんですけど、僕は大真面目です。大真面目に絵描いてますし、絵はちょっと苦手なんでね、まあ、こういった仕様になってるんですけども。そして次がですね、黒のあのアルパインライトパンツの私服版みたいなのも作ってるんですけどね、それのあのファーストサンプル終わったんでセカンドサンプルなんですけど、もう絵描くの諦めました。文字だけしか書いてない。ボタンジップと同じゴールド系とかね、ポケットの入り口見本の3送るからこれと似たような感じとかね、まあそんな書いてるんですけど、こういったね汚い手書きなんですけども、これ送ることでプロの職人さんたちがね、もうちょっと分かりやすくしますねなんて言いながらね、ちょっと変更してもらったり、それでサンプル作ってもらったりして、プロの製品が出来上がると。だから僕の頭の中にはイメージはあるんですよ。ただそれを絵にするのが少し苦手ということになっているんですけども、まあ、そういってちょっとずつね新アイテムができてますので、来月にサングラスのサンプルが出来上がって、黒のパンツのセカンドも仕上がると、まあ、そういった形で進んでおります。フリースとかもうちょっと先かなと思うんですけどもね。はい、ということでね、最後にあの北海道10日後に迫った北海道のポップアップのねお話をしていきたいんですけども、何があるかっていうところをねいろいろ喋っていくんですが、ボディバッグのねこういった新しいやつとかも出てきます。これ今届いたばっかりなんですけども、ボディバッグの大バージョンって言ってね、この横がちょっと大きい長財布も入るし 500ml のペットボトルも入るやつとかも札幌で新登場してきますし、色違いのねこういったブラウンもあればブラックもあるんですけども、まあ、この辺が出てくるよと。でそれ以外にはネックレスもあるし、半袖の T シャツも出てくるし、ちょっとポケットのやつはねないんやけども、ポケットなしのやつはあったりするし、でロンティーもちょっとだけあります。ほんまに少しやったらあるんで、ロンティーねもうちょっと買い逃したよって方はちょっと9月まで基本は待ってもらうんだけども、北海道だと若干あるっていう感じなんですけども、それがあったり、あとデニムのマウンテンパーカー、これもサンプルなんですけどね、サンプルも一応持っていこうかなと思ってます。もう販売はしてませんけども、こんな感じなんやってことでね実際見てもらったらいいかなと思うんですが、それともう一個何かというと、ポップアップでは、東京からおなじみになりましたこちらのご当地シールコンプリート色紙っていうのがあるんですね。でこれをですね運よく4枚だけ作ってます。何が運がいいかというと、もう東京のやつがないんですよ。だから残りの4枚全部こっちに貼っちゃったんで、東京の時にね皆さんにお渡しできなかったんですけども、ようやくもう最後のコンプリートシール色紙がこちらに1枚2枚3枚4枚ございます。なので6月の4日が2枚、6月の5日が2枚という感じでいきたいなと思いますので、そんな感じでね楽しみに来てください。これはもうあの来てもらった順でねお渡ししていきますので、ちょっともうなくなっちゃったらねごめんなさいっていうことなんですけども、6月の4日がまず1枚と。これはちょっとヒゲモデルか、ヒゲモデルこれ大人気やからね、ここにヒゲモデル、口やとしてここにビューヒゲ書いておこうか、こんな感じでねヒゲモデルということで、ちょっと僕今もうヒゲありませんけども、こういったヒゲモデルを作っておきました。これは6月の4日に出ますね。そして6月の5日は何にしようかなという感じなんですが、6月の5日、まあ、次はアゴヒゲモデルにしておきますか。アゴヒゲということで、まあ、こんな感じでね、アゴヒゲモデルということでやっておきたいなと思います。でねそれはいいんですけどもね、
今回スタッフの人いてないんですよ。だから僕と嫁しかいてないんで、もしかしたら来てるお客さんにちょっとすんませんって言って、ちょっとスタッフやってくださいって言うかもしれないんですけども、その時はね、もしお時間があればお手伝い引き受けていただけるとね助かりますし、もしかしたらちょっとカメラ回してもらっていいですかなんて言うかもしれないんですけどもね、まあそれぐらいちょっと、まあ札幌は人おらんかなと思ってるんでね、まあ、もし仮に ありがたいことに来ていただければね、ちょっと手伝って言うかもしれないんで、その時はねよろしくお願いいたします。お前底辺の YouTuber やのにサインやるんかいって思われるかもしれないんですけどもね、意外と実はねちょこちょこサイン頼まれたりするんですよ。こんな僕でもね、ほんま稀ですけどね、あったりするので、サインをこうやって書かせていただきました。これ全部サイン入ってますのでね、6月の4日は2枚もう先着2名、6月5日は先着2名ということでね、また楽しみに来ていただければなと思いますので、簡単に北海道のポップアップのお話をさせていただいたということで、本日はですね自分のオリジナルブランドジャパンメディアの4月の売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。